はい、毎度オリバーです。はい、こんにちは。今日もね、お客様が来てます。はい、よろしくお願いしました。はい、我が東大阪を守る、はい、マスマどうも皆さん、マスクの東大阪です。よろしくお願いします。まあ、誰やってね、この人誰やねんとか思う人は、まあ、あのもう一個の、ね、動画を投げた動画を、ね、見ていただいたら、はいはい、この人は何者かということを、まあ、あれを見て分かるかどうかだいぶ好きなこと喋ってましたから ね、何言ってたか分からへんけど、はい、まあ、ちょっと軽く紹介しておきます、ね、はい、ありがとうございます。プロレス関係の人なんですよ、話がほんでちょっとね、後ろにもポスター貼ってるんですけど、ね、野崎プロレスっていうのがね、この5月の4日ゴールデンウィーク、はい、はい、ちょっとね、東大阪じゃないんですけど ね、大東市なの、まあ、東大阪の属国みたいなところなんですよね。かませ犬ですよ。ですよね、所詮、はい、野崎なんて、はい、その、野崎のアクティブスクエア大東会場で、はい、5月4日、11時から野崎プロレスっていうのね、開催されて、はい、されるんですけれども、まあ、そこでも MC とかね、はい、されるということで、あの、がん患者の通行と一緒にやりますんでもうボロボロやもんぜひぜひあのいらしてください。はい、お待ちしてます。で、今日はね、はい、まあ、来ていただいたのは先日、はい、メインのって2人、そうそう2人でもメインのって ね、でこれもともとね、あの、まあ、東大阪には何ネア川っていう川が流れてるんですけど、ね、はいはい、その川は海とつながってるんですよっていう話をね、ここでしてたんですよ。で、海とつながってんねやったら船で行けるんちゃうみたいな話になって、うんうんうん、行けますよ、うん、ここ行ったことある、僕一回だけ来たことあるんで、で、行けますよ、行きましょうかっていうことで、それやったら近鉄電車見に行こうぜわざわざ買いましたよ、バファローズの帽子、しかもニューエラ、ニューエラ6000円ぐらいしましたけどね。でね、ちょっと2人でね、はい、川を登って、はい、見てきたんですけれども、どうでした？うん、いや、あのね、東大阪って水の上からこんな風に見えんねやと思って、うん、あのめちゃめちゃ、もう40何年東大阪に僕住んでますけど、初めて見た光景というか、うん、でもね、あの後何かに言うたんですよ、はい、なんで今言ってはるみたいに、ね、東大阪までね、水伝って上がってこれるっていうの知らん人がね、もう 100% ですね。まあ、知らんでしょう ね。まさかあれが海とつながってるなんてね。ほんまにほんまに思いました。うん、いや、もう経験しましたね。うん、まあ、途中ね、中之島とかね、淀屋橋でね、はい、なんかマスクかぶってるやつ指さされたみたいな、ね。そうそう、なんか白本ちゃんに、おー言われたりとかしたけども、うん、あの人がね、なんかレスラーロケしてると思ってたのに、ね、何も間違ってるんだよね。まあまあ、あの、結構長い動画になっちゃったんですけども、まあ、あのこのおっさん2人が喋ってる、ダラダラと喋りながら、はい、まあ、あの景色を紹介しながら ね、最後近鉄電車見れたんか、見たか、ね、いうところまで ね、YouTube のね、再生したらいきなり最後クリックしてもらったら答えが分かると思います。まあ、そうですね。まあ、でもちょっと飽きやんと思うんですよ。いや、あの、なかなかね、面白い動画になってるし、うんうん、意外と見れますよね。そうですよね。ね、うん、ちょっとまあ編集をしてね、うん、あのアップするんですけども、うん、もしね、いや、もうノーカット見たいと、はい、言うてきた場合には、はい、5000円で売りましょうか。売りましょうか。もうちょっともらわんばかり。もうちょっともらわんばかり。ガソリン炊いたし。ガソリン炊いて、お昼も食べて、ね、で、2人で1日時間つこて、ね、雨にも濡れて。雨降ってましたね。雨降ってて、うん、本当にね、ちょっとね、なんかレンズについてるついてるとかもあるんですけど、リアルでいいですよね。あ、でも、あ、いや、ショーさんがこうやって見えるんやね、ちょっと楽しんでいただきたいなと思う。あの動画見たらね、やっぱ考えさせるところがあって、はい、やっぱゴミの問題とかね、水の、まあ、匂いというか、東大阪入ってくるとちょっと変化がね。そうですね、ちょっとなんか匂いがしたりとかね、ゴミも増えたりとか、ね、ちょっとね、渡って、なんか船で行ってみたからこそ分かったことで、ああいうのをね、やっぱり僕らは伝えていく使命ができたんじゃないですか。そうですね、やっぱ東大阪を守るマスクマンとしても、やっぱりゴミが多いなと思って、それはちょっとね、動画見てもらったら ね、あのカメラで撮ったりしてるんでね、ちょっとしたことですよね、タバコのポイ捨て一つにしてもね、
ペットボトルやったりね、ね、もうほんまゴミ箱ゴミ箱にって、ほんま思いましたね、あの姿を見てると。魚もたくさん ね、めっちゃ飛んでて、その中で生活してるっていうのを考えるとね、やっぱり人間としてやらなあかんことがあるような気がしましたね。そうですね。なんか情熱大陸みたいな。大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですね。ぜひぜひちょっと動画見ていただきたいですね。はい。はい、じゃあ、長いですけども、はい、頑張ってみてください。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。始まりましたよ。キャプテン指導。ようこそオリバーへ。すごいな。ボートですよ、ボート。この天気ちょっと降ってます ね、ちょっと降ってますけど全然ハマると思ったら耐えれますけどね。ハマれていく、ハマれていく。あ、杉川さん絶対寒いと思うわ、もうおしゃれは我慢なんで、おしゃれは我慢ですよ、ね、おしゃれ我慢なんで。あ、これって免許で言うと何の免許になるんですか。小型船舶操縦士。小型船舶操縦士、はい、結構難しいですよね。まあ難しいですよね。へえ。学科試験と実技試験があるんでね。なかなかでも普通にね生活してたら頻繁にボート乗ることないんで。まあね。昨日夜ようねんやんかったんですよ。テンション上がって。何着ていこうかな思ったら僕決まってたんで。選ばれへんから、ね。選ばれへんかったからもう大変なことになって。まあでも金鉄の帽子かぶったおっさんとマスクかぶったおっさん船乗ってたら何事か思いますよ。どっから来とんねんって話して。これ東大阪なんですね。この金鉄の帽子はいつからかぶってるんですか。おー、なかなかないわ、橋を下から見るのは、ね、でもこれから大阪の、ね、橋をいっぱいくぐって上がっていくわけですからね。これが始まりで、はい、すげーな。ってね、川走る時とかって一回一回こうなんか今日僕走りますみたいな許可いるんですか。それ道頓堀はいる。あ、うん、場所場所によって。そうそうそうです。こういうとこは別にいいですよ。ここは別にあの、あれでも道頓みたいな。高校の自由作戦。あ、なるほど。この絵なかなかない。これはいい絵やな。すごいな。すげえすげえ。昭和橋。マスクはげたらどうしよう。ドライ君消える。ほんまめっちゃ近い。めっちゃ近いめっちゃ近い。これ目線。うわ、近っ。触れますか。ほんまや。ビルやビル。都会や、野崎にはないやつや。野崎にはないやつや。ないやつですね。野崎あのビル倒したぐらいしかないでしょ。商店街。あの船でね、後でまた紹介しますけど、はい、昔の人は野崎参り船で来てたんでね、大阪から。あ、そうなんですか。はい、だから、まあ、今でもね、隅の道まで船で行けるんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、隅の道はもう東大阪ですかね、あれ。まあ一応ね、陣地は東大阪です。市役所の人が、はい、東大阪でしょって言ってたから、はい、あの駅は一応大東みたいなんですけど、ほうほうほう、まあまあ、うちのもんですよ。まあね、まあ、大東自体が属国なんで。属国ですよね。ゴミも焼いてあげてるしね。我々の血税でしょうがないですよ、あれは。しょうがない、ね、さっきの昭和橋とこの淀川橋が、めっちゃ低い。この低さ、うわ、さっきより絶対低い。そう、さらにここに近い。うわ、すげえ、これ目線、これ目線、これ目線、この低さめっちゃ低い。これ満潮やったら、満潮やったら通れない。ねえ、僕一回こう挟まったことあるから、ね、え、これで、これで、はい、もう泣きそうになりました。どうしようみたいな。怖っ。ここ八軒浜っていうね、はい、港なんですよ。あ、これ港なんですか。私港やって、へえ、で、まあ、こっから京都まで船が出とって、はい、京都、へえ、ずっと川登って淀川登ってで、伏見まで。伏見、はい、へー。だからあの人坂本龍馬とかも多分乗ってると思います。そうなんですか。はい、なんか歴史ロマンでしょ。薩長同盟やな。はい、なんかそんなの聞いたら大使だけそれなの。またなんか人がいっぱい歩いてるとこ来た。天満橋。うわ、天満橋でございます。ああ、そうか、ここそうか、天満橋のところですよね。妙な。
あんまり人映らないんですよ、使われへんなって。うわっ、あそこ桜がまあまあ、おお、満開や。こっから、あの、寝屋川です。あ、寝屋川。これ寝屋川です。OK 班走ってます。OK 班、OK 班。頼むね、肩のプロレス。寝屋川いい。すごいな。寝屋川か。宮川、あ、書いてるわ、宮川って書いてる、書いてる、書いてる、宮川、宮川橋や、中華線、宮川、へぇー、京橋、うまい、京橋や、へぇー、大阪城から京都行くための橋、あ、で、京橋、知らんけど出た、大阪得意の知らんけどで、これ、こっちまっすぐ行ったら、はい、野崎行くんですか。あれ野崎行くんですか。はい、こっちが寝屋川なんですよ。あ、こっちが、はい、でこれを右に行けたら、ね、若町東大阪に第二寝屋川、そうですね、はい、あの野崎の方行ったらね、電波来てないからね、はい、撮影できないんですよ。多分無理でしょうね。できないですよ。お前第二寝屋川って感じる、はい、こっから第二寝屋川、こっから第二寝屋川、若町東大阪に、若町、うん、半歩右行ってください、大阪城。あ、ほんまや、川から大阪城がここだけなんだ。すごい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 、ほんまや、この桜とちょうどいい、うわー、ええ写真や、これは動画やけど、うわー、ほんまや。うわ、これはいいなぁ、バスや、うん、なんか乗ってるかなぁ、結構乗ってる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 、わーわーい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 、めっちゃ手振ってくれてる、めっちゃ手振ってくれてる。変なマスクにおたてって思ってるわ。変なマスクにたぶんたおっさんおるで。やば、近鉄とマスクで。さすが大阪やな、みたいな、ね、大阪ってあんなおんねやとか思われてんのかな。県民賞に出るかもわからんな。へ、これ大阪城、大阪城、こう川の駅、かっこや。え、ミヤネ屋こっからですか、やった、はい、桜がすごい綺麗ですね。うわー、綺麗な、まあ、綺麗な景色、もうここまでですけど、ここまで。ここから堤防しかちょっと最後撮っとこう。うわ、綺麗よ、綺麗よ、ほんまに。これ環状線走ってるでしょ。あ、これ環状線、はい、ほんまや、うわ、環状線下から撮れるってすごいな。快速ですね、あれ。すごいな。あ、快速。うん、うわ、これ環状線やって、電車好きの人見ときや、ここ。やっぱ燃えるやつ。燃えるやつや。鳥。めっちゃ鳥がおる。すごいな。あ、ここもまた分かれ道な。分かれ道。おっちゃんにガッツポーズされた。まあレスラーや思てるからね、戦わんけどね、喋るしかしないですけど、みたいな NG なんで。ましてやこんなね、プレジャーボードが走ってたら、ねえねえ、なかなかない光景ですからね。なかなか見たことがある、ないなぁ。これ今里筋かな、これ。あ、今里筋ですね、これ。あー、もうどんどん地元に帰ってきてる。知ってる道でしょ。ねえ、めっちゃ知ってる道、知ってる道。僕でも1回だけ登ったことがあって、その時は、はい、あの橋の上から写真とか撮られてましたもんね。で送られてきて、お前何してんねん、こんなとこで。バレてた。いや、探検してたんですみたいな。あ、もうなんか、あ、なんか地元な感じがしてきたな。
か見覚えない。うん、小さい工場とか。ブラリブラリ、ねえ、ダイニングやわ。これでもなんかロケ来るんちゃいます、芸人さんのロケ。ゴブゴブとか来ないですかね。ゴブゴブね、ゴブゴブの放送作家の先生一応お客さんやから。あ、そうなんですか。この動画見せてみたら意外と面白いんじゃないですか。いや、あるかな、あると思うけどな。ゴロ向いてるほど、だから僕はこの間すごい雨降ったから、はい、これでいろんなものが流れてる。あ、水処理場で処理されてないやつ。あ、結構流れてる、流れてるね、めっちゃ汚い。ここも港かな。港、なんか作業船の中ね、うん、大阪府の桟橋なんですよね。大阪府の船が河内って書いてある岩パトロール、パトロールとか。でもなんかここで工事してる船の修理にここの港桟橋に来たことあります、今日の仕事第二ネアが近いけどぐるっと回ってこなかったから、うん、いや、あの車で来ました。車でこっち来て、あ、そこそこカモメおる、カモメ、カモメがいてる、渡辺真彦や。そう考えたら何でもかんでもここまで来れるんやったらね、はい、荷物運ぶのも必ずしもトラックじゃなくていいですよね。まあそうですね、水路で物を運ぶってことも、ね、でもそれこそ昔はだこうやってこういう川がいっぱいあって、そのうちらの近所でもこの第二ネア川もくすね川っていう川やった。ああ、くすね川、はい、はい、でそのくすね川からこう水路が張り巡らされとって、そのうちの家とかもあの辺も川があったりとかして、ちっちゃい川があったりとかして、農作物を船に積んで、はい、運んで、なんかそのどっかの青果市場まで持って行ったりとか、なんかそんなしてたみたいです。聞いてたんですね、ほんだら水道か川が、はいはい、でうちにもなんか川船があったらしいんですよ、当時。そうなんです。でもね、そんなに車ほど渋滞もないし。そうなんですよね、同じガソリンやし。そうただね、止めれるところがないじゃないですか。そうか、見下ろしできない、うん、そうなんですよ。これ水門ですか。これはこれが平野川かな。あ、これは平野川ですよ。でこっち左行ったら白北運河って言うんですけど、白北公園の方に。ああ、まだ野崎の北川ぐらいですね。いや、白北、あ、違うか、白北ってアルフか北か、アルフか北か、そうか、淀川の、はい、あ、そっかそっか、分かれてる。すごい危険とかもある。水路。あ、ただあるんですね。一つの目安なんですね、あれ。この辺の人とか、そんな、こぼれたら嫌ですもんね。こんな徳川。そりゃそうじゃない。やっぱでもゴミ増えてきましたね。ですね、ほんま地元になってきた、ね、まさかこんなとこ船走ってるなんて。いや、みんな思ってない、思いもつかない。それこそもうこの状態カメラ持ってマスクかぶってるから、なんかテレビのロケが思われてたよ。間違いなくそうでしょ、ね、全然違うねんけど。テレビじゃないねんけどな。ローカルな。そう、ローカルな、ただの YouTube なんやけど。もしかしたらツイッターで今出てるかもわかんない。そう、大事ねえがテレビのロケやってんで、レスラー来てんで。ツイッター出てるかも。レスラーカメラ回すと。自分で回してるで。しかも外向きに。これ打ち勘っすね。あ、これもう打ち勘なんですね。はい、うわ、帰ってきたな。ただいまみたいなね。前帰ってきた。でもやっぱりすごいですね、川から見ててもこれ内側って分かるんですね。こっから見たらもう何が何の道か全然分かんないですね。内側に感がないですからね。うん、雰囲気が全然。さてさて、
間も超えて。時間も超えましたね。花店ですよ、もう。あ、もう花店ですね。花店ですよ。この川がこんな波立つなんて、ありえん。今僕はこれ川に酸素を送り込んでるから、川は喜んでますよ。喜んでるんですよ。酸素注入や。やっぱ臭いですよね。ちょっと匂いしますね。さすが。まあ生活排水とかが流れ込んでますかね。花ってなんかすごい今いいらしいですね。駅前すごいですよ。ね、昔僕高校生の時に宅急便のバイトで花って行ってたんですけど、はい、全然違う街になってますもん。めちゃめちゃでかなって。すごいなぁ。もう花店まで帰ってきたんや。そうなんですよ。ちょっと歩いてないな。雨やもんね。ねこれ歩いてない。あれもちっちゃい水門ですか。はい、あれ多分長瀬川です。長瀬川。はい。へえ。ルート的にあれは長瀬川。これほんまに知らんけどやけど。調べてないけど。すごいな、長瀬川なんや。長瀬川。うわめっちゃ。うわめっちゃな。波が。これ花店のうちのところ。あ。ところ、ああ、花店の駅や。あ、いよいよ東大阪です。帰ってきますね。いよいよ東大阪や。東大阪、これはたまらん。すごいな。うわ、街感が出てきた。すごいすごい街感が。花店やで、ここ花店。花店、花店。すごいでしょ。うわー、もう地元や。来ちゃったみたいなね。もう来ちゃいましたね。これが学研都市線と。あ、これですか。で、こっち大阪東線と分かれてるところ。取り手使いね、ほんまや、ほんまや。大阪東線、あ、これ学研都市線。そう、電車来た、電車来た。野崎から来たやつかな。宮古に登ってきた。宮古に登ってきた。普通車やからね、野崎にも。ね、普通しか止まりませんからね。普通も止まらない時あるでしょ。そんなに分かれへんけど。野崎をするみたいな。忘れてたみたいな。駅切れになったのに止まってもらわれへん。そんなことばっかり言うてるから野崎の人が怒られんね。まあ、大阪東線か。これね、鉄橋ね、はい、なんかこう枠になってるじゃないですか。はい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 。さっきのあの環状線とかはただの鉄橋やったんですよ。はい、枠なかったです。はい、これ貨物線の線路跡は全部こんな鉄橋。そうなんですか。はい、貨物船が通るあと補強になってる。あ、重たいもの乗せるから。斜めのこんな入って、支えるんですよ。あ、そうなんだ。これはもう前からこの橋なんですね。そうなんですよ。貨物用の。貨物用。あ、そうなんや。はい、橋もちゃうねんな。だこことはい。まあ先通った大正の駅のところもこんな鉄橋やってます。今日初めての東大阪の文字がエリオス東大阪。すごいすごい、出てきた、初東大阪今日。うわ、帰ってきた、今帰ってきた。すごいな、入っていけんねんな。まさか、あ、なんか工事やってる。あ、ほんまや、なんか工事、工事。この子多分掘ってるんですよ。あ、ヘドロを取って、ヘドロを取って、うん、そういうのしないとやっぱ溜まっていくんですね、どんどん。そうですね。へえ、
ごいな。でもこういう作業をしてはる人がおるから保ててるんですね。そうですね。泥が溜まっていったらね、当然水位上がってきますもんね。そうそう、溢れちゃうもんね。なあ、これ大変な仕事やな。でももう誰もおれへんこれはここ、あ、昼飯か。ここにあの設置しておいて、で、はい、船で、あ、出はるんです。あ、そういうことか。置きっぱなしなんですね、これ。そうです、そうです。あ、人いてないよな。あ、でも取れへん。取りに来られへんもんね。お昼ご飯かな、今。こういう時やからね。ねえ。電話鳴ってるわ。うわ、魚めっちゃおる。うわ魚めっちゃおる。魚跳ねてる。あ、そうなんですか。あ、ほんまほんま、うわ、めっちゃおる、めっちゃおる。これ多分ね、ボラの赤ちゃん。うわ、めっちゃおる。この辺まで海水上がってきてるんで。あ、うわ、うわ、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んでる。いなっこっていうボラの赤ちゃん。いなっこ、はい、めっちゃ飛んでる。これ赤いの、これ魚なんですよ。海中の、え、魚なんですよ。この赤いの全部、はい、そんなで魚のマークとか出てるし。ほんまやほんまや、うん、これが魚探ってやつですか。はい、うわ、魚群ですわ。すごいすごいすごい今めっちゃおった、びっくりする。ね、めっちゃ飛んでましたね今、うん、ああいうなんかこう障害物になってるじゃないですか。はいはい、浮き浮いてるでしょ。はい、ああいうなんか障害物の周りとかにこう集まってくる。あ、これやっぱ船が通ったからびっくりして飛んでるんですか、ね。まあそうですそうです。日頃通れへんから。あ、通ってる、飛んでる飛んでる。いてるんですね魚。魚めっちゃいてますよ。ねえ。で、こういう釣りとかしてるしね。あ、釣りしてはる人おるんですか。あ、ほんで鳥も容器おるんですかね。そうそう。あの魚食べてるんですよ。子供の頃に通ってる。ほんまや、めっちゃおる。橋の下とか多いです。あー、鳥めっちゃいてますもんね。ええ、食うとんねな。こんなところの魚食うとるんですよ。ねえ、病気なんでとか思うんですよ。病気なるで、ほんまに。うわー、いっぱいおるわ。そう思ったらそうなんやな、こいつら。これが川又の下水食。ああ。あ、もうそんなとこまで来たんや。はい、川又だって。こういうとこ綺麗と。川又の処理場です。ここはなんかその排水してるんですよ、処理場に。流れてるじゃないですか。市役所の人、この家欲しかったら売りますよ。売りますよってやらしいな。売りましょう。協力しようぜって言われそう。ちょっと送っといてとか言われそう。誰とは言えへんけど、市役所の人は。もう川又なんや、ここ。これが薄め小学校。あ、小学校。小学校。学校です。お花のピンクの花で。あ、はいはい。あれ、稲田桃っていう。あ、稲田桃。桃の花です。あの、プレスリリース来てましたわ。はい、今週が一番見どころって。見どころですね。この川沿いのなんか、あの、の娘側でもしたんですけど、はい、そことかもめっちゃ咲いてますね。へぇ、長田中公園も咲いてます。あ、長田。写真が来てましたわ、市役所から。朝だんだん見慣れた景色になって、まあ、見慣れた景色。誰に会うんやろうみたいな。誰がおるやろう。誰か会いたいなぁ。おーってやりたいなぁ、ね、友情出演で。いいなぁ。
地元も地元やな、大きい鳥がおる。あんな流木が、お、ほんまや、流木が。でもところどころ門みたいなのありますね、やっぱり。そうですね。あの農業用水をなんかこう取り込んだりとかするのとかもあると思うんですよ。なるほど、なるほど、そういうことか。ね、結構これちょっと大きめですよ ね、 ね、さっきのよりは。皆さん、これが川から見た東大阪ですよ。どうですか皆さん。まさかの、まさかの、まさかの。どうですか、水面から見る東大阪です。あれ中央踊り。あ、ほんまや、中央踊り発見。見慣れた景色、見慣れた景色、走り慣れた道路。さあ、江の外まで行けるでしょうか。ねえ、どこまで行けますかね今日。ねえ、うわあ、めっちゃ走ってる車、中央通り。見たことある会社や。見たことある会社がある。勝手知ったる。中央通りみたいな。お前もう腐るほど通ってるわ毎日。だってもうすぐそこですもんね、オリバーズボートさん。はい、ねえ、船つけれたら楽やのにね。楽ですよ。ねえ、これはええな。船か。うわ、中央通りの裏側。あ、これ中央通り、中央通り、中央通り。ほんまや、普通さんとこ。うわ、なんかゴミがすごいな。うわ、マクドナルド行ったことある、マクドナルド。腹減ったな。腹減ったな。配達してくれへんかな、ここに。すごいですね、ゴミがやっぱり。Z や。もう我が家のすぐそばですね。ねえ。我が家、まあ近くや。すごいな、ここまで入ってくれてんな。ゴミだ、すごいな、これも。今ゴミだらけやな。皆さん、ゴミは捨てないようにしましょうね。よく下がるなと思うね。こうやって見たらね、多分誰もね、この川が海とつながっていることに気も止めてないと思うんですよ。そうですよね、考えてないですよね。もうただの僕があれとしか思ってないと思う、ね、こんだけゴミが落ちてるんやからね。ね、ポイ捨てしたら一緒ですからね。ねえ、最後のゴミを捨てないようよね。どこがいいの？ねえ、明らかにもう人間が意図的に捨てな、捨てへんもんが。そう。すごいあるもんな。うわ、取り出すごい、取り出すごい。逃げた、逃げた。川にペットボトルとか、ね、捨てるのかと思った。絶対投げとんねやろな。さあ、なんか見たことある橋やな、これは。ほんまや、これはもしや、もしや、だってジェット抜けてやもんな、この橋やな。あー、ここまで来たで。右は緑や、左は長田ですね。うわ、こっから見たらこんな感じなんや。なかなか見ないですよ、この景色。いや、これはないですね。こっち緑や、こっち長田。
くらいから分からへんけど。いや、これはすごいな。えらいとこまで登ってきましたよ。えらいとこまで来たな、ほんまにすごいな、これ。いや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 、すごいな。絶対みんな見たことあるで、これ。絶対見たことあるとこやで、これ。ああ、来た来た来た。朝なってきたなあ。あ、そうなんですか。まあまあ、まだ全然いけますけど。やっぱりもう引いてる時間やからですか。そう、潮引いてるのもあるし。そうか。お、我が母校、水戸小学校。あ映ってます。我が母校です。映ってますよ。すごいな。もう何年になりますか、ここも。僕が1年生の時に、はい、新1年生で僕らが一番最初の1年生。ああ、それ見てた堤防作って、はい、いや、もう、あ、そうか、昨日までですね、小学校は。あ、そうですか。昨日で終わりですね、うち、マスクド長男も昨日で終わりたんで。マスクド長男、マスクド長男、昨日で終わりたんで。マスクド次男は今日も保育園行きましたけど、はい、長男もいい言ってました。いや、あの子、サッカー行くって言ってたけど、どうなんやろな。そうなんですよ、少々やってやるんですけどね。あんまりあれやったら、もう体育館が中止か。はいはい。ああ、ペットボトルがすごい浮いてるな。お店赤。ねえ、ほんま帰ってみたら思うわ。どこだ。洋服の青山があるってことは、これあのあれですよ、八重の里から長田へ抜ける、はい、ああ、うわ、すごいな。そう、めっちゃこっちやな。なんか旗張ってるけど何、大丈夫か。注意って書いてますね。注意って天気塗りたてなんですか。こんなんてまあまああるんですか。いや、あんまりなんか分かれって書いてる。何か、なんかあるんですかね。なんか水深に当たってる。なんか垂れてますね、うん、メモリか。あと今1メーター60センチ。だいたい何メーターぐらいあったら船通れるものなんですか。まあ、1メーター、この船は、はい、まあ、極端なのに50センチあったら浮いてるんですよ。へぇ、まあ、船の下にスクリューがあるんで。あ、そうですね。あんまり浅いとやっぱり、うん、具合が悪い。そろそろ、そしたら1メーター、まだでも1メーター超えてたら大丈夫。締めだけちょっと不安や。今 1.6、 はい、誰か歩いてないかな。ここの堤防高いんでね、歩いてる人川見えない。あ、そっか、あの橋ぐらいですね、ほんだら。まあでもなんとかね、近鉄電車とかも行きたいんでね。行きたいですね。そのための近鉄の帽子。お前や、近鉄電車で近鉄棒でちょっと一緒に映像撮りたいです ね。近鉄電車バックにしてね。バックにして。誰に会うか分からへんの。えらいとこまで来てしまいましたよ、これ。来ましたね。いやいや、もうほんまに家やで。
これ産業道。あ、そうですね。安全強化ありますね。うわあ、こんなとこ走ってるですごいな。産業道路でここ、ここはアホほど通ってるな。もう我々の生活道路ですね。すごいな。あ、アーバンケアがあるうちの会員さんですよ。アーバンケア、八重の里、吉樹会さん。ホームページ作りましたよ。アーバンケアさんですよ。勝手に宣伝。アーバンケアさん取れてますよ。誰かおらへんかな。前八重の里って誰がセンター長なんやろ。入ってきたな。八重の里やからね。ね、言うても八重の里やからね。八重の里やからね。船で来ちゃったからね。八重の里で船に乗ってるって。はいはい、どういうことやねんみたいな。すごいな。アーバンケア。アンケア。この辺も桜が咲き出してるんです ね。これを下っていったら、そっか、わあ来たな。ついに来ましたね。ついにここまで来た。バリバリ東大阪や。堤防やけど。東大阪ねえ、ほんまの東大阪や。うわ、見たことあるマンションや。もうそろそろあれが500国橋だ。ああ、あれが、もうそろそろ、その次の橋が近鉄線。もうちょっとや、あの橋越えたら。もうね、この先ぐらいがね、マスク戸長男の校区ですよ。ほうほうほう。小学校の。すげえな。めっちゃゴミ浮いてんな。来た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 。佐藤八重の里が出てきた。佐藤八重の里近くや、めっちゃ近所や。いや、ここまで入ってこれんねんな、実は。もう水深 1m30 ですからね。うわ、ほんまや、ちょっと浅くなってきた。いけるかな、近鉄まで。果たしてオリバー号は近鉄まで行けるのか。行けるのか、たどり着けるのか。あと40センチ。あ、ちょっと深くなった。あ、深くなった、深くなった。深くなった、深くなった。お、ちょっと深くなった。これをキープしよう。さあ、行けるのか。あ、1.6。お、また深くなってきた。あ、深くなってきた。1.8。おお、行けそう、近鉄。安心の、安心の。1.9。あ、2m なった。めっちゃ深なった。深なりました。うわー、すごいなー、すごいなー。そして、お、広っ。そして、このカーブを過ぎたら、うわ、なんと、もしかしてあれは、あれは、もしかしてあれは、憧れの、憧れの近鉄電車でございます。ドローカル沿線。うわ、来た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 。あれ近鉄ですよ。近鉄電車が来た。近鉄まで来た。来ました、ね、来た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 。すごいな。電車通れへんかなと思って。電車来ないですかね。
特急通ってくれたらいいんですけどね。火の鳥とか言ったら最高ですけど、ね、火の鳥はでも大阪線でしょ。いや、あの八重の里の駅入るんですよ。あ、そうなんですか。あの八重の里のホームでも何回かね、降りたことあって、はい、あ、花園の車庫にかもわかんないです ね結構ね、止まってるんですよ、停車してるんですよ。はいはいはい、多分通常運転じゃないと思うんですけどね、今日止まってますよ、配送で来て。お、来た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 、緊急電車来た、お、来た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 、緊急電車来た、緊急電車来た、緊急電車来ました。憧れの、憧れの緊急電車、憧れの憧れかな憧れかなこの角度で見るっていうのは夢ありますよね。こっからって絶対見られへんもんな。いや、見れた近鉄、近鉄八重の里ですよ。八重の里、八重の里団地ですよ。ほんまや、いや、船で来れるんですよみたいな ねでもこれをお伝えしたくてね、今回 ねちょっとね、ここまで来たんで、うん、やりましょうってなったんで。いや、よかった、ね、近鉄に会えた、ミッションクリアです、クリアOK です、お疲れ様です。運転。おはようございます。あ、めっちゃ近かった。ありがとうございます。ありがとうございます。取れた、取れた。お、電車来た、電車。また来た。見てて。手男。誰も見てないと思いますけどね。見れはせへん。ミッションクリアや。ちょっとこれまた船の向きを変えて、後ろ、我々の後ろで電車が通ってくれたらいいなと思ってますよ。まや、まや。歩いてる人、こっちは何してんねみたいな。何やろ、その人。すごい、回転できた。電車が。近いかも。近いかも。ね。一人棒なんかな。あ、この感じ、この感じで来てくれたらいいんですけどね。待ってます。すごい街多いからね、家の里。ほんまや、ほんまや、来てくれたな。自撮り棒になんねえねえ。もう一眼レフに備えつけてきたけど、一個も使ってない。使ってない。使ってない。電車来るかな、ね。電車来てくれたんですけどね。こうやって見たらやっぱ変な絵やな。変な絵ですよ、これ。金鉄の帽子かぶったおっさんと、マスクのおっさんと。変な絵やなこれ。一、ね、枚ぐらい写真撮っておきましょうか。今日ロケしました。はい、また送ってください。全然写真撮ってなかった。電車けえへんな。電車けえへん。電車けえへんな。おしっこしたいけどここしにくいな。いっぱい見られてそうです。特に見られてそうです。内観の下ぐらいでしましょうか。なんかなんかけえへんな。こんなに感覚アホかな、奈良線。あ、来た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 。うわー、コラボや、近鉄電車、近鉄近鉄マスクのコラボや、近鉄、あー、コラボ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 、しかもこの電車長い長い、おー、両方行ったんですね今、両方来てた、両方行った、めっちゃいい、うん、おー、いい映画撮れました、撮れました、ミッションクリアですね、ミッションクリアや。